北朝鮮が先ほど日本海へ向けて弾道ミサイルを発射しました。日本の EEZ 外に落下したものとみられます。韓国軍は午前11時過ぎに北朝鮮が日本海へ向け弾道ミサイルを発射したと発表しました。ミサイルの種類や距離、高度などは韓国とアメリカの情報当局が分析中です。 日本政府関係者によりますと発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ の外側にすでに落下したものとみられます23日まで行われる米韓合同軍事演習に強く反発する北朝鮮は16日にも日本海へ向け ICBM ・大陸間弾道ミサイルの火星17を発射したと明らかにするなど挑発を繰り返しています